今回ウイレ2021で、はい、ウイレ既存ドラフト大会やりたいと思います。これがあるんで選ぶ選手は14人ってことだよね。調子も普通固定でやるから。そうですね、せーの、はい。あ、やべ、俺メッシ行けばよかった。絶対ロナウドがカッキーメッシだと思った。まあまあ来ると思ったわ。それが、まあまあまあ、あるとね、早い、レバーは早い。はいバラン確保、もう出てきません選手。ドラマのフォワード31人。なんかすごいディフェンスラインちょっと怪しいかな。カゼミロ。いやごさすがにやったね。こうなんか格言盤石っぽい感じはありますね。せーの、はい。俺シードでーす。いやーまあまあまあこれはいいでしょ。まあまあまあ、これはあり、これはあり、逆にあり。一試合やっとない。これそうですね。じゃあ1回戦目は自分とマヨリカさんがやって、ね、新たシードで。シードね、うん、で、まあ自分がユベントスに作ったんで。で、このベース A にレアル来るから。レアルこれなんでことごとく前も負けてんの。俺ロナウド取ったぞ。ロナウドムバッピーってなんでおうちの方が全然弱いの数値。そうですね、ルカクもいるんだよ。なんだこれ。ディフェンスラインが強い。ディフェンスラインはね、ラモスが総合地方値だから。ああそうなんだ。そうラモスが総合値は高いから、はいはい、まあまあこんな感じで。じゃあ、いやー懐かしいな、この 4CD っていうね。まあそうですね、それは既存のあれでしかないですもんね。いやーおーミスったんだよな、やっぱロナウドの応援メンバー相手ならだいぶ予定が狂ったこれ。当初の予定と位置変わっちゃったけど。本当だ、変わってる。ちょっと変わっちゃう。ルカクとさ、ムバッペの位置どうしようかなと思って。はい、ああ、なるほど。そう。はい、OK。じゃあ、いきなり行きますか。じゃあ、はい、お願いします。お願いします。これが見れんだ。ああ、そうそう。入場見れるじゃん、オフラインだと。確かに。ちょっといつも異色のメンバーで並ぶんで。そうだね。そうだね。マイクラこのもう演出ないもんね。はい。まあ、しかもみんなスキップするんで、大体。しっかりラモスはキャプテンにした。あー、なるほど。やばいもん、ラモスとカセミロとバランってもう思い浮かばなかったんですよ。クルトワンもいる。クルトワンもいるからね。確かに。そう、偏った、ちょっと。フェデもいますんで。フェデもいる。よし。お願いします。お願いします。ザ。カフェです。あー、いいね。オフライン、オフラインだわ、これは。はい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 。いや、ちょっと大丈夫、いや危ない、大丈夫、いや危ない。待ってなかった、下まで。やべ、動きが早い。マイクラみたい、既存だと。バナイス、ジョレンテ。いや、ああ、ああマジか、うわ、ないやつだ。待って待って、嘘。はい、いやマイクラっぽい。あのスラはやられたわ。マイクラっぽい。いや、やっぱね、ルカク取ってよかったんだよ、これ。いや、後ろ向いてファールもらおうと思ってたけど、間に合わなかった。いやー、いい。いや、しかも届かなかったな、クリバリ。それ届いてるかね、ビークリバリだったら。そうっすね。でかい。これでかいよ。いやー、待って。よしよし、活気がね、だいぶきつい感じしてる、今のところ。ちょっと思ったより、カーソルが。やめろ。はい、ことはマジで、いやいや、ノーマルケインだから。はい、ラモス、はい、こういうこと。弱すぎるネイマールが。ラモスが強いのかもしれない。ゼロゼロ、え、嘘、そっちは知らん。ここ、はい。絶妙、果たせ、もう格ゲーテンプレ知り尽くしてる。うちのジョーゴメスが、ジョーゴメス、しっかりして。あ、やばい。あー、あー、クルトワ。完全に読まれてた。完全に読んだのに今の。よしよし。いやー、クズだった今の。ドラフトならありそう。やだ、いや、強いな。
はい、はい、はい、頼む。はい、いや、いやもう早いな、マニュキ。マニュキ早いな。まあ、使い慣れてるんだよ、ユベントスは。ちっちゃいやつってあ、ちっちゃいちっちゃいちっちゃい。なんでいく。お、ラモス。よしよしよし。いや、強い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 。おー、待って待って、一回一回一回。はいはい、ハベツ使い慣れてんのよ。いや、これは事故っすよ、これは。これはひどい事故っすよ、これは。チーム全く関係ない事故だった。これやばいっすよ。いや、これムアップのアシストだから、ちなみに。あ、そうなんすか。多分、頭で最後パスしてるんじゃないかな。転がって。ひどいアシスト出たね、これ。いやー、これはちょっとひどいっすね。オッケーオッケーオッケー。マジか、これで失点はちょっと。ジョレンテでしょ、これ入んのか、クルトアニア。ジョレンテ、いいシュート打ったな、今。結構びっくりした。ニア、ちょっと寄るかなと、ニアとか、もうちょい内側にシュート入っちゃうかなと思ったのに。おぉ、コーナー。さっき、事故るからやめて。事故らせてこ、コーナーは。コーナー、事故らせたもん勝ちだから。いけ、ラモス。やばい、それはやばい。よしよしよし。ルカク、よしよしよし、うちのルカクが、あ、やべ、ナイス。はい、カズミ。お、お、マジ、なんで蹴れんかったの。待って、よしよしよし、抑えた。ケインに、ケインに、お、うわー、よっしゃ、うまい、それ。あ、よしよしよし、あ、おっかよ、なんでだよ。危なっ、くっそ、危ねえ、今の普通にやられてた。終われ終われ終われ、終われ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 、パス出た、まだまだ終われ終われ、なんでなんで、危ない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 、あー、マジかよ。めちゃめちゃいいクロス入ったら、OK、このままで。あ、大丈夫です。 OK、 めっちゃいいクロス入ってびっくりしたわ、今。誰あげたの、あれ。メッシ、メッシの右足、オレツカっすかね。オレツカの右足ってあんな風になるんだね。頼む。あ、やべえ、やべえ、よいしょー、危ね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 ー。はい、大丈夫、大丈夫、大丈夫、はい。この力。やっぱね、早めに取ったから、やっぱこういうの決めてくれないと。危ねえ、あのマニキー、マニキー来た、こてこてこて。よし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 。この後どうすんだよ、選手。いないって。よし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 。いや、でかい、今のシュートでかい。勢いだけ。あ、出てきた。出てきた、うちに入り損ねた選手。いけいけ、いけ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 、早いって、いけいけ、よいしょ、よし、いや、いいとこ立ってんの、しっかり。いやー、パスが下手だな、なんかずれるな。はい、出すとこないな。そっちか、やばい。いや、もうオーバーメンのパスが通らんか、それ。後半のバレベルで得したらもう守備固めよ、こんなの。届く、ナイス。カズミの止め、よし、ナイス。お、あ、ちょっと待って待って待って、あ、待って待って、頼む、おー、マジかよ。危ない危ない危ない、いやー、当たるのか。危ない危ない危ない、危ない、今のやられかけた。なんでもたつくあそこで。なんとかなる、なんとかなる、なんとかなる、よし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 。ファンダイクだから、それファンダイクだから。クロスパーマン、ナイス。
バルベルデ。何やとんの。まずいだろ。え、何それ。やめそっち。マジかよ。聞かないんだから。ちょっとくれ、ちょっとくれ。はい。くそ。いや、うん、まっ。うそ。おー。やばい、やった、やった。いや、そんなって。そんなって、今の。次こそ。いやよしよしよし。おい、疲れた。よしよしよし。ラインがぐっちゃぐちゃになってた今。ナイス、全上げ。一回防いで、一回防いで、一回防いで、一回防ごう。やばいって。よしよし。お、だって終わんないもん。さあ、終わんねえわ。うわっ、あれ、これだ。延長とかない？ PK は確かありんの。 PK 戦かよ。PK 戦かよ。 PK か。あぶね、ミスった。ちょっとミスった。あんなコロコロになると思わなかった。はい、飛べなかった。飛べなかった。さっきから PK 運いいな。飛べなかった。うわって、そんなモーションだったっけ。これ外す人のモーションっぽいですけど。でかいわ。いや、それはそうっすね、間違いない。1試合やれたのだいぶでかい。分かった、あんま強くないやつ、強いやつが。それいいな。そう、あ、この人あんまだったなみたいな、イメージより動き悪いなっていう人が分かったから、もう2試合目はもうルカクベンチスタートですわ。弱すぎ。ルカクベンチでいいね。構想外になった。構想外だね。あの、結構重かったルカク。あ、マジっすか。うん、そんなルガ変わんなそうな気がするけど、でも既存だと思うんですね。いや、既存、なんかね、なんでかな、なんかあんまうまく使えなかった、使ってる場所が良くなかったのもあるかもしれない。あー、なるほど。諦めます。諦めます。諦めます、ルガ。ちょっと大事な試合なんで、これもう。よし。オッケーです。よいっす。じゃあ、お願いします。よいっす。大丈夫、ユニ。あ、大丈夫です、大丈夫です。オッケー。いやそっか、まだ分かんないもんだ、こんな感じなのか。試合使った。ムバッペとロナウド普通に強かった。あ、マジですか。うん、安心できた強さ。あと、カゼミロもやっぱ良かった、ね。あ、あと、クルトは強い。クルトはなんかもう、やばかった。やばかった。今の試合危なかったな。1本普通にマニキーして、カッケンがそっち蹴ってきたのが2回あったから。いやもう、ありましたね。そう。あ、絶対ちょっとニア誘えばあっち蹴ってくんだろうなと思って。お願いします。イエース。いや、あっ、さっきあれで1点取ったから、味しめちゃった。スライの味しめちゃった。今よくずれなかったね、パス。あ、俺もそっちがずれたか。いや、カメラがおかしくなったぞ。デリフトか、出てきたの。だからかな、ちょっとおかしく。ちょうどです。はい、うわ、もうマドラス。うちの
うちのギリギリ引っかかったセンターバック。 OK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  危ない危ない、戻ってる、戻りだ。ただね、足元キャンベル以下だから。キャンベル以下やばい、キャンベル以下やばいんだよね、ほんと。ラモスね、いや、あ、既存シュート。それダメ、まあダメか。ダメだよな。え、ベッカムかネドベドでやるやつだ、あれ。確かに。はい。いやー、マジで。ルカクじゃ入んないから絶対。これやられたらここのトラップする。危ない。よし、捨て替えよ今の。オバメいいわ、いい仕事したわ、早速。いや、強いね。なりましたね。強いって。頑張って。いや来たねこれは。これはいや今でももう倒れ方的にもそうだったな。やったこれ、オーバーの大ファインプレーだわこれ。よしこれでいこう。よし4-3-2だったぞ。いやーよし。もういいや、退場出たねこれ。これやっちゃったな。キーパー変わったからね、ちょっと超ビビった今。ちょっと打ってかないともう。これはもういいよ。もうミドルシュートバンバン蹴ってこう。いやー、なんないか。やべっ、あっぶね。はい、バラフリか。今足かかないってことだよ。よしやべえ、マジでやべえ。シュート出したら終わる、本当に。オッケー、よしシュートやばいな、マジ怖い。シュート打ちたいな。もうミドルでいいんだよ、多分適当なこの展開なら。いや、ほんとっすよ。終わったな、これ。いやー、やばい。これもう無理だったわ。いけー。そこ通したし、無理だったわ。ナイス。よし。ピケ、これ対談するな、このシャンガーと。キーパーやらされたっつって。いやもう頑張ってよ。そいつら当たったでしょ今、しっかり。危なっ、やられたな今の。あれキーパー、いや止めんのかよキーパー。あ、待って、よいしょー。マジ持って、ピケ頑張ったのに。ピケ出てくるかなって思ったらさ、止まるんだよあそこで。よしいいよ、生かしてるよ、しっかり相手の体調。いや、ここはキッパーだな。あ、終わった。もうそこ行かれたら無理。これはやばいぞ。オッケー。いやこのカウンターマジやばい。マイスカウンター。おい
いやー危ない。足でセーブされた。ナイス。うわー、なんかバリオスか。マジでそれやばいな。うめえ。それはうまい。もうあそこしかないなって思ったから。それマジうまいな。あそこにすら置いて倒して。今のマジでうめえ。これはやられた。あんまりね、真似させちゃいけない。真似させちゃいけない。真似させちゃいけない。いやでもあれうまいっすね。あれいいよね。あれ、あれいいっすね。結構やっちゃうんだよね、俺。これマジうめえ。すげえ。あれ結構やっちゃうんだよね、普通に。癖でも。いつもの癖ある。やばい、あれは結構びっくりした。やばい、これ。うわ、マジで逆転やべえ。クルトワ力。完全にクルトワ力。完全に逆疲れてるし。おー、なんでだよ、マルシャル。抜けて、抜けて。絶対入ってた、今。マルシャルいなかった。ライブレーカーなんだか抜けてた。絶対入ってたわ。絶対行ってたって、今の。ナイスナイスクルトナイスいけるいける。あ、ルカが大丈夫、ルカが大丈夫。あー、よく頑張った。通るか。OK よな。なんでだよ、なんで敵に引っかかってんだよ、ルカ君。あ、それうまいな、スパイダー通すの。頑張って。あ、めっちゃ囲まれてる。つんだ、つんだ、つんだ、ナイスナイス。無理だよな。よー、ずっと走ってたよ。これやばい。あ、よかった。いいや。よいしょー。これは無理。勝てなかった。これは無理だった。よし、チーム力のあれをちょっと度外視した。でもいいや、大丈夫。これは無理でした。これラッキーだったな。何分のいや、ね、いや前半じゃなかったっすか。前半20分くらいだったよね。そうっすかね。オバメで決めて、いやでもあれはオバメにやられたな。このオバメで決めても次のプレーだよね。次のプレーあるよね、ハイライト。これよかったね。でもあるよね、多分大丈夫、多分、多分あると思います。あ、これ、あ、これね。ああ、ドリブルされたんですよ。ドリブルなんだよな、1個。ドリブルされて終わった。かかり方完璧よ、おめそれ。マジやられたわ。感想か、発見から。ああ、まあそうっすね。まあなんか、やっぱチーム、まあバランスよく自分は組めたんで、なんか、マヤゲカさんとの PS の差、ちょっと、なんか埋めれた気がしましたね、あの試合通して。普通にね、やられるかと思って。あ、マジで。結構やられる。自分も、なんか、マヤゲカさんとやって初めて、あれ、ワンチャン勝ってるんじゃねって思った、唯一の試合だったんで。押し込まれたもん、ワンチャンです。まあなんで、好評だったらどんどんやっていけば、マヤゲカさんにいつか勝てるのかなとか思って。いかにスカッと作りが大事か。いや、まあそうですね。マイクラ直では関係ないけどさ、はい、使ってる選手たちのこれだけなんかこうさ、うん、PS 埋められるぐらいの選手のバランスの良さとか、うん、俺なんかバランスめちゃめちゃだったから。まあ後半そう、褒め替えるから、後半褒め替えなきゃいけないぐらい選手の選び方雑だったから、うん、ちょっと次回あったら気をつけなきゃいけないなと。あなたは、いやー、なんだろうな。でもノイア、いやノイアのせいにしたくない。あなたはもう正直チームのあれがよくわからないままで、まあ、ノイア入れたらサブキーパー1人必要ってことは分かりましたね。そうだね、あれ考えたらこれ読みで1人キーパー入れたらすごいじゃない。3人はやばい。まあそうですね、まあ、だから3人の悪いところが出たかなっていう、まあ、交代枠の、まあ、もしかしたらだから次からあれかもね、枠15になるかもね。あ、確かに、あ、それはあるか、1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 、
はい、という感じで、まあ、初めて今回ドラフトっていうような感じでやったんですけど、まあ、結構楽しかったんで、また、はい、また次回やれればやろうかなと思うんで、またお願いします。じゃあ今回はこんな感じで終わります。この動画良かったと思った方はチャンネル登録とグッド評価お願いします。じゃあ今回はこの辺で終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。